子供が常に目に入ることができ、間仕切り壁を少なくすることで広々とした空間をする再現することが可能でございます。安定していいっていうことだと思うので、まあ、もう一つアレンジ入れたらすごくよく収納が増えるとかそういうところも踏まえて使いやすさであったりとか、まあ、作れそうなところとかお客さんがつきそうなところとか、まあ、それを踏まえて皆さんで選んだ結果だと思います。今日はおめでとうございます。はい、前回と比べて今回一躍こう素晴らしい、発展が見られたのは相当嬉しかったです。自分の可能性も信じていろんなアイデアをどんどんみんなと共有するような形で精鋭たちと一緒にみんなと一緒に今後も自分のスキルアップを目指して頑張って応援しております。ありがとうございます。この判断がすごく良くて、正直自分たちが1位を取れるとは思ってなかったので、正直なところかなりびっくりしてます。木を主に使った非日常感を味わえるような提案をしました。非日常を表現する上で自分たちが遊びと癒しっていうテーマを表現できる間取りを、はい、考えていきました。これからは仕事につながっていくような部分が多くなってくるので、そういった部分をしっかり意識して勉強であったりプラン作成であったりも現実味持たせた上で自分たちのアイデアを組み込んでいけたらいいかなと思います。やっぱり僕今回班長も担っていたんで、やっぱ全体を求めるってところが難しかったんですけれども、まあ、こうして2位っていう形をいただけたんで、自分としても満足いく作品が作れました。前回は水槽を用いてもう水族館オンリーの空間だったんですけれども、一部のユーザーにしか利用されないということだったので、今回アトリエだったり植栽を用いた観葉植物やったりフラワー教室などが好きなユーザー側の人にも利用できるようなプランの方にさせていただきました。結構奇抜な案でリノベーション前にあった壁を全部取っ払って壁の代わりに格子を採用して住む人に自由に間取りを決めてもらうっていう案を提案しました。選ばれるかどうかちょっと不安だったんですけど、単位で選ばれて嬉しいです。嬉しい気持ちもあるんですけど、まだまだちょっと詰めれたところがあるんじゃないかなって僕個人的には思います。主に間取りを変化させるっていうことです。まあ、個人のプライベートな空間と夫婦の空間を分けることによって思春期の子供に対しても空間ができるんじゃないかと思い、こちらの案を採用しました。まずは、まあ、自分のなんていうかプレゼン能力っていうか話す能力がまず高めたいっていうのが一番ですね。で、模型とかも自分的には丁寧にやったんですけど、さらに丁寧にやっていこうかなと今後は思います。